いやー、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思いますが、大津さんを取り巻く状況っていうのがかなりね、厳しくなってきてるなーっていうのがちょっと思ってるんですよね。まあ、その件についてちょっと今回は触れさせていただこうかなというふうに思っております。ということで、大津彩香さん、乗っ取りと言われても正当性があるということで、ハサノ友達債権者会議出席を拒否ということでございます。はい、ということで、読んでいきたいなと思うんですけど、まあ、そう思われてもおかしくないよねっていう行動を結構されてますんで、まあ、ここをちゃんと改善してですね、債権者に対してちゃんと説明責任を果たしていく。脅迫だ、どうだこうだとかっていう以前の問題ですよねって話なんで、まあ、読んでいきたいなというふうに思っておりますけれども、まあ、破産手続書の中のですね、まあ、民築党ですね、大津彩香党首がですね、22日スレッズを公選と。で、24日に債権者が2位で開催する債権者会議に年頭で自身の考えを述べたということで言われております。負債総額に関しては、11億円と。ね、で、まあ、3月に破産手続きを開始決定を受けた同党に関しては、7月に破産完全によるですね、債権者集会を予定されております。まあ、ここがすごく大事になってきますよということなんですね。で、債権者の一部はですね、民築党の手続きに関しては、開始後もですね、事業活動を続けているということに対して、保全されるべき、まあ、財団が財源をですね、まあ、既存だったりとか隠蔽し続けている可能性があるんではないかということで、疑いがかけられているということでございます。破産管財人にね、意見することを目的とした債権者委員会のね、設立を呼びかけ、24日債権者会議を開催すると。ね、設立事務局側に関してはですね、大津さんと民築党のね、幹事、豊田源氏弁護士に関しては参加を呼びかけたけれども、まあ、これに関してはね、参加を、まあ、せずという状況でなっております。まあ、11億の負債があって、まあ、破産の手続きを取りました。で、破産管財人、まあ、申請が通りました。で、まあ、大津さんと、まあ、なんていうかな、まあ、豊田弁護士だったりとか、党役員、職員の人たちに関してもですね、この件についてはちゃんと説明責任を果たしてくださいねって言って、まあ、第三者委員会的な位置づけとしてですね、この債権者集会っていうね、まあ、会議ですので、債権者会議だったりとか集会っていうのがね、設立されてるんですけど、まあ、債権者です。少なくとも。民築党に対して、まあ、この負債総額11億円を貸し付けている、第三者委員会がですね、に対するですね、説明責任を果たしてないと。参加してないんだから、もう説明もクソもねえよねって話なんですけど、ちゃんとやってくださいよって僕は思ってるんですよね。だって、散々から債権者保護をしますと。ね、言ってたのにもかかわらず、まあ、なんていうのかな、正当助成法で、まあ、正当助成法に基づくですね、1.6 億円の、まあ、正当助成金ですよね。それの所在がわからない、行方がわからなくなってると。ね、もっと言うと、まあ、宮川さんとかとお話しさせていただきましたね。まあ、ゆっくり時事ニュースの関係で、フジポンチャンネルさんがですね、機会を作ってくださって、宮川さんに対していろいろと質問させていただきました。翼の党の関係性はどうなのかとかね、正当助成金はどういう風にね、なってるのかとかっていろいろとお話しさせていただきましたけれども、宮川さんはね、宮川さんで、こうなんじゃないかな、なんじゃないかなと、ね、一応自分は役職はついてたんだけど、民築党のですね、まあ、その業務ですね、に関わることはほとんどしなかったので、わからない点が多いので、申し訳ございませんと、ね、誠実に、なんていうのかな、いろいろとお話をさせていただいておりました。まあそんな感じでですね、まあ、宮川さんはね、ちゃんと説明、まあ説明っていうかね、なんていうのかな、みんなが見ているところにね、来てくださって、いろいろとお話をさせていただいたっていう意味においてはですね、まあ一定の評価をね、指し示して、まあ、なんていうのかな、まあいいのかなっていうふうに思っちゃうんですけど、大津さんに関しては表舞台に出てこなくなったんですよね。だから僕は、いや、表舞台に出てきてください。あなたの党でしょっていう話をね、ずっとさせていただいているということでございます。はい、ということで、大津さんに関してはですね、大津さん、本当に債権者にお金を返せということのご要望がありますが、債務整理の関係ですね、管財人主導で行われており、現在時点ではね、完了までに何年かかるかわかりませんということで、これどっかで見たことあるなと思ったんですよ。ね、何年かかるかわかりません。皆さんわかります？最初、彼女は、ね、立花さんと浜田さんと斉藤健一郎さんに対して、損害賠償請求を請求しますと。ね、74% の返済を、すいません。できるというふうに言ってたわけですよ。ね、で、まあ、100% の返済ができるんですかどうなんですかって言ったら、この時点でもう、返済できるかどうか完了までにって言って、まあ話が違うよねって 74% の返済はできるんじゃないんですかって言ってたんですけど、もうこの時点で何年かかるかわからないって言ってるんですよね。いや、74% 返済したんだったら、残りの金額何%はこれぐらいで、まあ返還していきますって、ね、返済していきますっていう風に言うんだったらわかるよ。あと、プラスアルファで立花さんはなんか1000万か2000万か知らんけれども、ドッグランの関係ね、淡路島で作りますって言ってたものに関しては、1000万に関しては返還しますっていうことをちゃんと明言されてるわけじゃないですか。で、名目活動、政策ですよね。例えばなんだけど、政治的なね、活動目的で使用したお金についても、使途不明ではなくですね、ちゃんと説明責任を果たして、それこそですね、もう立花さん前任者ですからね。っていうか、まあ、党に関しては、ミンスク党のね、関係については、もう立花さんほぼ関係なくなってるんですよね。前任者であって、なんていうのかな。これはミンスク党の問題であって、NHK と関係ないですからね。それは前任者だからっていう理由でね、立花さん出席されてるし、債権者の保護したいっていう意味をね、もってして立花さんは、なんていうのかな、そこについてをね、言及されてるんですけど、言及されてるとか、まあ、いるんだけれども、関係ない人ですからね、代表権に関して大津さんが保有してるんだから、一番やらなきゃいけないのは大津さんでしょって話なんですよ。なんでそれがわかんないかなぁ。わかんないな。で、結局は、なんか詐欺破産罪だったりとか、その他もろもろでね、なんかいろいろと言ってるんですけど、結局それって通るんですか？なんかもう、正直言いますよ。もう本当に申し訳ないんだけど、大津さん関係ないかもしれないんだけど、大津さんの身内にいた人、特に大川さんだったりとか、それこそですね、黒川さんだったりとか、大津さん自身もそうなんだけど、言ってることと現実で起きてる事情が真反対なんですよ。ね、大川さんは、立花さんは、まあ、近日に逮捕されるとかね。あと、なんだか、黒川さんは、立花さんが反社からの関係、反社会的な勢力と、まあ、関わりを持っているとかって言ってたんだけど、まあ、自身、いつになっても逮捕されないし、立花さんに関しては。で、反社会的な勢力と関わりを持ってたって言ってたけど、自分たちが、その関係者だったりとか、その他もろもろですよね。反社会的な勢力と関係を持ってるわけではなくて、その反社会的な勢力と関係性を持ってる人と、関係性を持ってたってことでしょ？いや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 。いやもう本当に、もうちょっと声にならないというか、言葉できないっていうか、情けないっすよ、皆さん。マジで。本当大丈夫。で、大津さん自身も、不正会計がどうたらこうたらって言ってるんですけど、1.6 億円に関しては、ね、もう完全に返還しなきゃいけないし、口座凍結してますよね。で、このお金に関してはどうなったのかぐらいはですね、ちゃんとですね、まあ、明言してほしいんですよ、立花さんみたいに。立花さん言ったよね。2億円に関してはガーシーさんにやりました。1.4 億円に関しては、政策活動じゃないけど政治的な活動、まあ、選挙運動の、費用として使いました。で、1000万は、なんだったっけ、ドッグランになんか使う、淡路島でね、ドッグランを開設して、まあ、なんか視聴者さんだったりとか、党員の人たちが、まあ、集うですね、場所を設けたいと。ね、サスケがいるからっていう理由もあると思います。まあ、これに関しては賛否両論分かれてますよ、支持者の中でも。なんでそんなもののためにお金を使うんだとかっていう人たちもいます。そこに関してはちゃんと議論を使わなきゃいけない。だけど、立花さんは立花さんで、破産管財に対してこの1000万を返還するって言ってるんだから、いや、もうこれもう、なんていうのかな、追及できないじゃんって話なんですよ。で、大津さんさ、もう何度も言うけれども、破産管財人がもうついてるんだから、あなたが不正会計を追及する、もうなんていうか、段階を過ぎたんですよっていうのが僕の中にはあるんですよ。それやりたいんだったらやりゃいいけど、ただ、あなた第三者委員会立ち上げるって言って、結局立ち上げてないじゃん。いつになったら立ち上げるのよ。いや、マジで。もうなんか、債権者のことを自分は一番頑張ってやっていくんだっていう風な意思をね、指し示すのであれば、一番最初にね、自分が言った行動で何が足りてないのか、自分が言いたい、やりたい、ね、目標だったりとか、ね、やりたいことに対してね、どういう風にやっていくのかぐらいはですね、道筋立てて、何が足りてないのかぐらいはリストアップして、どういう風にしていくのかぐらいはですね、Twitter なり、それこそスレッズなり、YouTube なり、いろんなものがあるんだから、それ言っていきましょうよ。第三者委員会も立ち上げてないじゃない。ね。で、いつになったら立花さんの不正会計がわかんのよ。まあ、この前さ、スペースでさ、岩井さんとお話ししたけれども、結局その、なんていうのかな、僕を納得させるぐらい、なんていうのかな、納得させるほどの、なんていうのかな、説明はなかったですよ。なんか内輪もめみたいになってますけど、ちゃんとしてください、本当に。そこが一番大事なんだから、そこがあなたが立花さんと仲違いをした一番の要因なんだから、そこがターニングなんだから、そうでしょ？そこぐらいはちゃんとはやってよって僕は思うんですけどね。はい。まあね、立花さんに関しては懐に入れた 3.5 億。まあね、の関係ですね。関西に返還すること。そして以前にね、債務超過について、まあ動機的な責任を感じている個人で保証すると発言していることから、追及していることが考えられますということで、まあ返済の目処についてないということで、引き続き立花さんの責任を追及したみたいなこと言ってるんですけど、いや、もうそういうこと全部分かった上であなた代表者受けたんじゃないの？だったら代表権移動させてくださいよって、斎藤健一郎さんずっと言ってましたよっていう話なんですよ。いや、ケンちゃんがあんだけ言ってたじゃないですか。いや、あなたたちは、ね、国政政党の枠組みを持ってるだけで、僕たちが、大津さんとね、まあ、それこそ浜田さんと、斎藤健一郎さんが、大津さんのね、下について仕事してたら、その政党助成金が何に使われてるかわかんない状況になってるから、私たちは離れますよって言っただけじゃないですか。それはそうでしょって。少なくとも私は立花隆さんと浜田さんも立花隆さんをね、支持して応援している立場なんだから、当初は立花さんじゃないと嫌だ。まあ、でも、今回で言うんだったら斎藤健一郎さんが国会議員だから、ね、立花さんは選挙対策部長かなんかそういうのをやりたいというふうに言ってるから、まあ、代表権争いに関しては斎藤健一郎さんが、原告としてね、なってたっていう。ただそれだけの話でしょ。で、一審判決出たんだからさ、もうとやかく言うんじゃなくて、11億の返済どうするかぐらいはですね、ちゃんとスケジュール立ててやってくださいよ。やってることマジで翼の塔と同じことやってますよ。1億円の債権の関係と。だって、1円について、もうこの関係、だから破産申請通ったのにもかかわらずさ、一切合切進んでないように見えるよ、これ。進んでんの？粛々とやっていきますとかって言ってるけどさ、本当に進んでる？これ 3.5 億の関係でさ、逮捕されるとかさ、お覚悟とかって言ってたけどさ、覚悟もクソもねえよな、マジで。だって何一つとして進んでるような雰囲気しないよ。いや、マジ。ほんと大丈夫か。はい。またね、今年の1月の関係で、斎藤健一郎さんが民族党の所属を拒否した最終的な要因となったのは、大津さんがね、政党交付金の振り込み先、新たな構造を作っているということだったと。代表権を一審で争っている最中の中で、立花さんは銀行名を開示を要求したんだけれども、大津さんは執行部でない所属議員が知る必要性はないということで、拒否されていると。だから、これもおかしいんだよ、マジで。いや、一番は債権者に返済しなきゃいけないのに、なんでさ、執行部でないさ、所属議員が知る必要性がないのよ。おかしいだろ。だったらさ、じゃああなたたちの、なんていうのかな、組織の中に所属しなくてもいいですよねっていう理論が成り立っちゃうじゃない。そこに対しては示談しなさい。いや、もうほんと、なんかさ、自分が言ってることとか自分が考えてることっていうのを、ちゃんと人様に対してですね、お伝えするっていうことができなかったら、信用は勝ち取れませんよ。そこが一番大事なんですよ、大津さん。いや、これほんとに。大津さんはね、この関係で私が交付金の振込口座を隠したという謎の発言が散言されますが、彼らは本党がいかなる注文をつける権利がないことが、代表権の裁判で決着し、それの栄養が明らかになりました。だからあなたが債権者に対して説明責任を果たしなさいよって話を言ってるんじゃないの、今。終始一貫して私が代表者にあるにもかかわらず、違法に実力行使をすると言ってねえし。言ってんの？どういうこと？そんなこと言った？立花さんそんなこと言ってた？実力行使なんかするとか言ってないじゃん。粛々とさ、政治団体 NHK から国民を守る党で活動してるじゃない。はぁ？まあ、党の口座についても今でもね、隠蔽し、資産を使い込み、債権者名簿、従業員名簿、会計情報を渡さず妨害し続けた責任は当然追及していきます。いや、まあ、追及するのは勝手だけど。いや、だから、隠蔽してる資産っていくらぐらいなのよ。この 3.5 億っていうのを丸々残ってるっていう風に、大津さんは判断してるってことなの。いや、マジで。コメントください、皆さん。マジで。党の口座を未だにね、隠蔽し資産を使い込みって言ってるんですけど、この資産っていくらあるの？そこが大事でしょ。だから、大津さんがやってることって、例えばなんだけど、浜田さん、斎藤さん、立花さんに対して、損害賠償請求をしてるじゃないですか。で、損害賠償請求するって話をね、まあ、なんか、その民族党のホームページで出したんだけど、少なくとも、向こう側、まあ、今、先ほど挙げた3名に関しては、3.3 億と、プラスアルファ 3.5 億に関しての資産を、丸々残してるっていうことを判断してるってことですか？大津さん。いや。使ってるって言うだやん。で、債権者もそれについて納得してるって言うてませんやん。っていうことだよね。でも、そうだよね。使い込みって言ってるしね。債権者名簿、従業員名簿。これ、いるの？債権者名簿というか。まあ、債権者名簿は少なくともいるかもしれないけど。だったらなんでさ、豊田弁護士にさ、諸々の書類の引き渡しをさ、示談したときにこれ出せって言わなかったの？言ったけど、渡さなかったの？ちょっと、いやー、これちょっとひどいと僕は思うけどな。いや、立花さんも立花さんで今回の件について僕は言いたいことあるよ。山ほどあるけど、でも、なんていうかな。いや、明らかに、なんていうかな、意思疎通が取れてない原因が大津さんにあるようにしか僕は見えないんだけど、社会人として、例えばなんだけど、これが必要です、あれが必要ですっていうことをリストアップしていって、それに関わるものについてを代理人弁護士を通して話するって普通、当たり前の話じゃないですか？裁判ってそういうもんじゃないですかね。いや、わかんないな、これ。はい、じゃあその次ですね。また民族党の関係でということなんですけど、民族党幹事長で翼の党黒川代表がですね、公職選挙法違反で逮捕されたことを引き合いに、翼の党の選挙妨害についても明らかですが、立花さんが続けてきた NHK の手法は行き過ぎておりって言って、もう立花さんと翼の党が、関係性があるんですよ。私関係性ないですよって言ってるんですけど、皆さん見ていただければいいんですが、青汁王子の動画ね、青汁ヒールズの凱旋の時に、政治家女子48党の、幹事長、翼の党代表、黒川敦彦、言ってますよ。いや、で、大津さんも漏れなく、あなたも該当してるっていう風に言われてますよ。うん。いや、あの動画を見たら一発で、政治家女子48党の代表者は、ね、大津彩香さんであって、その下にいるのが黒川敦彦さんなんだなと。で、もっと言うと警察は、青汁ヒルズ凱旋をした段階で、黒川さんを、少なくとも任意同行すべきだったんじゃないですかね。警告出した方が良かったんじゃないのかなって僕は思いますけどね。いや、ちょっとさすがにちょっとかわいそうですよ。債権者が。一番かわいそうな債権者だからね。第三者の債権者が一番かわいそうな。だって、立花さんは、今回の、それこそ青白王子ヒルズの改善の後に、生放送で、ね、いや、通帳見せますよと。ね、いや、だから必要なものがあったら来てくださいって言って拒否したのあなたじゃん、大津さん。いや、ね、本当に。で、結局第三者委員会も設立してないし、不正会計追及するつもりなんですかっていう。いや、今僕が挙げたことを全部やった上で、それでも立花さんが了承しなかったって言ったんだったら、それは文句言ってもね、俺は差し支えないと思うし、いや、立花さん、この件に対しては債権者に対してちゃんと説明しましょうよ。ちなみに言いますよ、僕は大津さんの味方でもないし、立花さんの味方でもないです。債権者の味方です、僕は。いや、それはそうでしょ。NHK から国民を守るとに対して、ね、少なくとも立花さんを応援しようと思って、債権者の人たちはお金を貸したんでしょ。で、その貸して、立花さんが、少なくともね、大津さんに対して任命責任の段階で、ね、任命をした、ね、責任で、なんて言うんだかな、追及されるべき、ところに関しては追及されるべきだと僕は思ってますよ。だけど、これも債権者の人たちがある程度集会をして、いや、立花さん、今回ね、任命しちゃったことに関しては失敗だったけど、ある程度のことについては、私たちは追及するつもりがありませんっていう風になったんだったら、債権者の人たち従うべきでしょ。なんでって言ったら、あなたたち、債権者からお金借りてんだよ。債権者の人たちが、もうこの件についてはいいっすよっていう風に言ったんだったら、立花さんは不問ですよ。けど、その集まった債権者の人たちが、いや、大津さんね、あなた現代表者でしょと、党首でしょと、ちゃんとやってくださいっていう風に言われたんだったら、大津さんはそれに従うべきですよ。だってそれが被害者なんだもん。ね、被害者でしょ、今回の。一番の被害者誰ですかって言ったら、債権者でしょ。宮川さんも言ってたけど。その認識はありますよね。で、大津さん自身もね、なんだったっけ、債権者の人たちも資料深くいろんなことについて、なんていうのかな、見てくださいと。私の話もちゃんと聞いてくださいみたいなこと言ってたんだけど、いや、違うから、説得できてないのはあなただから。はい。まずいろんな手順を踏んでって、代理人弁護士通すんだったら、ちゃんと、こうします、ああします、こういう風にしていきますっていう話をするとか、根回しするところで言うんだったら根回ししていくとかさ、いろんな方法があるわけじゃないですか。で、それすらできてないわけでしょ、今。徹底抗戦しようとか、ちなみに言うけど、NHK が国民を守る党はもう最初から示談するつもりだったじゃない。それを党に、なんていうの、私が代表者だっつって、歩み寄る手を弾いたの、あなたじゃないですか？いや、もうそういう風にしか見えないよ、党内風に関しては僕。いや、ちょっとさ、どうなんみんな。これさ、どう思う？到底看過できるものではありません。乗っ取りと言われることがあっても、いや、もう僕は乗っ取りっていう言葉使うつもりはないよ。でも、代表者が、大津さんになったんだったら、ちゃんとさ、このさ、11億の債権に関しては、債務に関してはね、どうするのかぐらい、返済スケジュールぐらい出しなさいよ。ねえ。だって自民党ですら、だぜ、銀行から100億近いお金をさ、借りてて、政権取れなかった時にね、で、そういう返済計画出してたよ。法的に私たちは正当性がありや。だから正当性があるから、ちゃんと責任持って、いや、これはね、何でもやってもいいっていう権利じゃないのよ。道義的にも彼らは国政政党を運営させることができないというのが私の結論です。だったら、あなたが国政政党を運営させるぐらいですね、債権者を納得させるぐらいなんていうかな、返済計画だったりとか、立花さんの不正会計の関係についてもですね、もう本当に正確性が高い追及をしてください。本当に。俺が納得できたんだったら立花さんを僕は追及するからさ。ていうか、俺追求するところに関しては追求してるし、立花さんに対して。これおかしいですよ。これおかしいですよ。いや、動画構成するときに、これおかしいなと思ったことに対しては、俺立花さんに対して苦言言ってるからね、普通に。ていうか、俺、スペースでいろんな話してたりとかするときあるけど、いや、立花さんのここはダメだよねって、この部分がおかしいよねっていうことをちゃんと言ってますよ。それが第三者として、それこそ債権者の本当の味方になるためにはどうするべきかというと、そこだからね。で、債権者が少なくとも民主主義的にですよ、大津さんに対して、いや、これちょっと本当に返してもらわないと困りますって言うから、今回破産申請通ったんじゃないんですかね。少子貫徹悔いがないように、頑張って、大津さん頑張ってください、本当に。あなたが頑張らなかったら債権者の人たちどうなんのよって話なんで、ね、頑張ってほしいなと思いますけども、その上、党は今後もね、関西人の適切な意見交換を行ってまいりますが、事実に全く基づかない誹謗中傷を目的する会合へのお誘いは断りします。違うだろ。もうちょっともうさ、いい加減にしてよ、マジで。じゃあもうさ、債権者の、いや、これ問題なのは何かって言ったらね、なんで僕がおかしいだろうって言ってるのは、債権者は債権者なんですよ。だから、どんな会合に関しても、ね、代表者ですよね。党首である大津さんは、この会合だ、なんか債権者が集まってる会合に対しては行くべきです。いや、そりゃそうでしょ。金借りてんだから。欠席をする意向を示した。でも欠席したんですけど。誹謗中傷を目的とするって。いや、普通に質問攻めされるだけだと僕は思うんですけどね。いや、これ返済どうするんですかって話をね。みんな聞きたがってるわけですからね。ちょっとね、もう本当に皆さんどういうふうにお考えかどうか知りませんが、ちょっとね、大津さんどういうふうにね、この11億円の債権をですね、債務ですね、なんていうのかな、返済していくのか、本当に気になるところでございます。皆さんコメントお待ちしておりますのでね、チャンネル登録と高評価ボタンをね、していただきたいなというふうに思っております。以上です。面白いと思いましたらチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。